ゆこです。まこです。ここ、おいためインフォメーションでは、ボイスエンターテインメントチャンネルの情報やお知らせをお届けします。今回はすぐに動画の振り返りをして、その後に報告があるよ。では早速1週間の振り返り。東方キャラ紹介、豊里みみのみこ。例の東方キャラクターたち。東方キャラ紹介、二つ岩まみぞう。東方神霊廟組ショートまとめ。アニメ制覇の道、マイホームヒーロー。という感じで今週も投稿本数は少なかったね。ショートもほとんど投稿できてないけど、これで6月の目標は未達成。そこで今後予定していたことを変更することにしたよ。それぞれのシリーズが週1投稿になるってのが本来の予定だったんだけど、ここを大幅に変更。まずオカルト備忘録とスクラップブックは完全不定期。まあすでに投稿止まってるしね。ただこの2つに関してはショート動画の方で簡単な紹介を行い、それを動画で拡大する形にするよ。東方キャラ紹介のまとめと同じだね。それと物語として進行していく幻想的電脳冒険ターンは当初は8月に投稿開始で8月以内に終わらせる予定だったけど、8月に投稿開始で終わりは未定ということにしたよ。それはどうして？今回の動画投稿本数の少なさから予定通りに行くのはかなり難しいと判断した結果だね。まあそうなると思ったよ。詳しいことはめたらじないで罪袋から話すとして、7月の方針をアニメ制覇の道の投稿本数増加、ショートの投稿本数の安定化、この2つをメインで7月をやっていくよ。東方系の動画はどうするの？キャラ紹介も能力紹介も終わってないよ。東方キャラ紹介は今まで通り、探求日誌もこれまで通り、そして能力紹介は今まで東方プロジェクトのヤバい能力というショートでやってたけど、これをシンプルに東方プロジェクトの能力紹介として能力が明らかになっているキャラを紹介していくよ。タイトルを変えないとキャラが絞られるからか。ただ東方キャラの能力は実際の描写がないものも多いというかほとんどだから、その能力がどういう風に使われるとすごいか、どんな用途があるか、そういったところを個人の感覚で話す部分も増えちゃう。だから正確な能力紹介ってわけじゃない。それと東方系に関しては幻想東方学園というショートがあるけど、現在の目標としては全キャラの登場を考えてるよ。溜まった分はまとめて動画で投稿。それと最初はやっていた茶番がここずっと放置されていたから、この幻想東方学園を茶番の基盤としていくのも考えてる。既存シリーズをなくしたりするんじゃなくて、利用したり定期更新をなくして制作時間を確保するって感じだね。あとは事実上の毎日投稿を昨日で止めたよ。これは結果的だけど毎日投稿ができていたおかげで、投稿頻度ばかりを考えてしまうのをやめるため、いつ休みにするかってのは決まってないけど、今後それも検討していくよ。といった感じで事実上これまでの予定を全部見直す状態。遅かれ早かれこうなるとは思ってた。新しく変更があればまた来週やるとして、あとはメタラジないで罪袋が話すね。じゃあ今回はこんなところかな。ではまた次回も見てください。おいためインフォメーションは週1回投稿、1週間に投稿された動画の振り返りやチャンネルの情報をお届けするよ。現在は端的に情報を伝えるものになっているけど、今後もう少しボリュームアップしてより詳しくより楽しく情報を届けることを目指してるよ。次回の投稿は7月2日。次回もよろしくお願いします。